なぜ一部のニジェール国民はフランスを追い出しロシアを歓迎したのか。チマイダ・イッソウフー・ベバリー・オチイング、 BBC ワールドサービス。ニアメー・ナイロビ、西アフリカのニジェールでは1月26日の軍事クーデター以来、西側諸国に対する敵対心の高まりが様々な形で表面化している。軍に拘束された民選のモハメド・バズム大統領の伝統的な支持基盤では、ロシア国旗の色の服を誇らしげに見せびらかす実業家もいる。クーデター以来、軍部と西側諸国の間で舌戦が続いている。バズム氏は西側にとってイスラム主義者との戦いにおける重要な同盟者であり、力強い経済的パートナーでもあった。ニジェールにはフランス軍の基地がある。また世界第7位のウラン産出国でもある。ウランは原子力に不可欠で、産出量の4分の1が欧州に、とりわけ旧宗主国フランスに輸出されている。だがクーデターを主導したアブドゥラフマン・チアニ将軍がバズム氏を失脚させて以降、街中でいきなりロシア国旗の色が見られるようになった。首都ニアメーでは30日、数千人が抗議デモに参加。中にはロシアの国旗を振りかざす者やフランス大使館を襲撃する者さえいた。この運動は今やニジェール全土に広がりつつあるようだ。ニアメーから約800キロ離れた中部ジンダーに住む実業家は、自分は親ロ派でフランスは嫌いだ、子供の頃からフランスに反対してきたと話した。この人物は身の安全のため名前は明かさず、顔にモザイクをかけるよう要求した。フランスはウランやガソリン、金といったこの国の富をすべて搾取してきた。最も貧しいニジェール人が1日3食食べられないのはフランスのせいだ。この実業家はジンダーでも8月31日に軍事クーデターを支持するデモが起き、数千人が参加したと語った。また地元の洋服店に頼んで白と赤、青のロシアの色の素材で服を作ってもらったと語った。一方でその代金を親ロ派組織が支払ったことは否定した。ニジェールの人口は2440万人、5人に2人が1日に 2.15 ドル、約308円以下で暮らす極度の貧困状態にある。バズム大統領は2021年に就任、1960年の独立以来初の民主的な選挙で選ばれ、平和的な権力移譲が実現した。しかし、バズム政権はイスラム過激派組織イスラム国 IS やアルカイダにつながる武装組織の標的となった。こうした組織はサハラ砂漠の一部やサハラ砂漠南沿部に広がる半乾燥地域サヘルで活動している。イスラム主義者の圧力を受け、隣国のマリとブルキナファソでは近年、ジハーディスト、イスラム教聖戦主義者との戦いを助けるとして軍部が政権を握った。両国ともかつてフランスの植民地で、フランスと大きな利害関係がある国だ。両国ではニジェールと同様、かつては多くのフランス軍が駐留して援助をしていた。しかしイスラム主義者の攻撃が続く中で反仏感情が高まった。この3カ国の人々はイスラム主義者に対抗するための対応が不十分だとフランスを非難するようになった。マリは軍事政権が成立するとまずフランス軍を追い出し、数千人規模の国連の平和維持部隊も撤退させた。そしてロシアの雇い兵組織ワグネルを迎え入れたのだった。マリでのイスラム主義者の攻撃は続いているが、ブルキナファソの軍事政権もロシアと接近しフランス軍を追放した。ニジェールではバズム政権が反仏抗議運動を何度も禁止していた。2022年半ばにマリから追放されたフランス軍のバルカン部隊について、バズム政権がニジェール国内への再配備を許可した際には、いくつかの市民団体が反仏抗議を加速させた。中でも顕著だったのは活動家や市民団体、労働組合などが連合した M62 と呼ばれる活動グループで、生活費の上昇や統治の欠陥、フランス軍の駐留について声を上げた。ニジェール当局は M62 が計画した抗議を禁止したり、暴力を使って中止に追い込んだ。指導者のアブドゥライエ・セイドウ氏は2023年4月、公の秩序を乱した罪で9ヶ月の禁錮刑となった。M62 はバズム大統領が拘束、失脚させられた後、勢いを取り戻したようだ。国営テレビは M62 のメンバーたちが軍事政権を支持する大規模なデモを起こし、
西アフリカの指導者らによる制裁を非難したと異例の報道を行った。 M62 が祖国救済国家評議会 CNSP を称する軍事政権やロシアとつながりがあるかは不明だ。しかし M62 は30日のデモに参加した小規模の市民団体を統括している。ジンダーに戻ると、親ロ派の実業家はロシアがニジェールを助けてくれることに前向きだと話した。治安と食料の面で助けてほしい。ロシアは農業改良の技術も供給してくれるかもしれないと、この実業家は述べた。しかし、ジンダー在住の農家、モウタカさんは、この意見に反対するクーデターは、万人にとって悪いものだと話した。ロシアがこの国に来ることに賛成しない。みんな欧州人だから、誰も助けてくれないはずだと、モウタカさんは言った。ニジェールを愛しているし、平和に暮らせるよう望んでいる。ニジェールの政変につけ込むワグネルとアメリカの悪夢。西側寄りの政権を失脚させた軍事クーデターはアメリカにとって悪夢のシナリオだとテロ専門家が警告。西アフリカの内陸国でウランの主要な産出国であるニジェールで最近起きたクーデターはアメリカにとっては悪夢のシナリオであり、ロシアの民間軍事会社ワグネルグループがこの地域でさらに幅を利かせる危険性があると著名なテロ専門家が8月2日に警告を発した。ニジェールでは7月26日、西側寄りのモハメド・バズム大統領率いる政権が倒され、バズムは自身の警護にあたる兵士たちに拘束された。2日後、バズムの警護隊の元司令官であるアブドゥラハマネ・チアニ将軍が国営テレビで全権掌握を宣言した。ニューヨークに拠点を置くシンクタンク、スーファングループの政策調査ディレクターのコリン・クラークは、ニジェールをはじめサハラ砂漠南縁部に広がるサヘル地域の国々で起きたクーデターや混乱は、ジハーディスト・イスラム過激派の武装組織とワグネルにとっては勢力拡大の絶好のチャンスになるとソーシャルメディアプラットフォームの X、旧ツイッターで述べた。ロシアは距離を置くポーズ、シエラレオネでもクーデターの企てが噂され、クーデターの連鎖への懸念は高まる一方だ。ニジェールとサヘル地域で今起きている事態はアメリカにとって悪夢のシナリオに他ならない。警戒すべきは西アフリカの沿岸部の国々に混乱が広がること。ジハーディストが勢いづき、ロシアの傭兵部隊が権力の空白を埋める危険性がある。先週末にはニジェールの首都ニアメーでクーデターを支持する多数の市民が旧宗主国フランスの大使館前などでデモを繰り広げ、一部が暴徒化するなどの騒ぎが起きた。多くのデモ参加者がフランス出て行けと叫ぶ一方で、ロシア国旗を振り、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を救世主扱いしてプーチン万歳の声を上げていた。こうした中、ロシア政府はニジェールの政変とは距離を置く姿勢を見せている。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は先週、ロシアはバズムの速やかな釈放を望むと語り、ドミトリー・ペスコフ大統領府報道官も7月31日、あらゆる側に自制を求めると述べた。プリゴジンが支持表明。ニジェール同様、フランスの植民地だった中央アフリカ共和国やマリなどでは、フランスの駐留軍の撤退に伴い、その空白を埋める形でワグネルが雇われ、反政府勢力の鎮圧や兵士の訓練に当たってきた経緯がある。ニジェールの混乱につけ込んでワグネル、さらにはその活動を利用してきたロシアがこの地域で影響力を強めるのはほぼ確実と見ていい。ロイターは7月30日、ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジンとみられる人物が、通信アプリのテレグラムにニジェールのクーデターを支持する音声メッセージを投稿したと伝えた。ロイターは発信者がプリゴジンであることは確認できなかったが、ロシア語の特徴的なイントネーションと言い回しからその可能性が高いと指摘した。音声メッセージは西側の植民地支配からの解放を勝ち取ったニジェールの軍部を祝福し、秩序回復に貢献するためワグネル戦闘員の派遣を申し出る内容だ。プリゴジンは6月後半にロシア軍トップに対する反乱を企てて失敗したが、今でもクレムリン高官とつながりを保っているとみられる。その証拠に7月末にロシアのサンクトペテルブルクでロシア・アフリカ首脳会議が開催された際、
会場周辺にいたことを示す写真がワグネル系列のソーシャルメディアで公開された。